こんにちは、大本の方面です。今日は新聖殿について魅力を解説していきたいと思います。この新聖殿はこういった感じで徳川の葵の御紋で植わってるんですけど、昨年の NHK 趣味の園芸でも出演した新聖殿です。新聖殿の魅力っていうのはその姿の迫力にまずあると思います。歯幅が上から見ても歯幅が非常に広く、黄金色の蛾歯竜と言われるんですけど、こういった歯のひだですね、ひだがこう荒々しく登っていく、こういったものなんかが非常に美しい魅力だと思います。で、横から見た時のこの腰の太さですね。こんな小さい体なのにこれだけの腰の太さっていうのはなかなかないと思います。で、新聖殿は姿の豪華さ、ラシャの中でもちょっと大型で迫力があるっていうのがまず魅力なんですけど、その変化なんかも結構面白いと思います。で、こっちにあるのが新聖殿のこれ一番手前が芋吹きの1年生ですね。で、こういった姿からこういう感じでこれ2年生これが3、4年ですかね。で、これが5、6、7年だと思うんですけど、こういった形で姿がこう変化していく、それもこの新聖殿の魅力の一つです。ちょっと見ていきましょう。これ1年目のこれ芋吹きというものなんですけど、ここに芋がまだありますね。この芋を切ってこういったように増やしていきます。で、1年目はどのラシャも同じなんですけど、葉っぱはこう丸くてこうまだやっぱ赤ちゃんの葉っぱっていう感じですね。で、新聖殿っていうのは何ですかね、子供が本当にできにくいラシャでして、こういった芋吹きをしないといけない、一手間かけないと増えていかないということで、すごい初心者向きの値段なんですけど、その中で少しだけ高いと思います。高いというよりはこういった手間がかかる分値が下がりにくいといった方がいいですかね。そういった特徴があります。で、小さい頃から葉も厚くて、これなんかはもう本当特上武器なので、もうこの頃から腰が太いですね。で、これが1年目です。で、これが2年目ですね。1年目の葉を少し残して2年目の葉が出てきます。で、葉っぱがだんだんとこの新聖殿の葉っぱになってきたでしょうか。葉幅が広くて葉先が少しだけ尖ってますね。で、これが3、4年っていうところですね。これ特に覆輪が深いです。覆輪というのはこの葉っぱを外側に縁取りのことで、この覆輪が深い系統が大抵どの元でも少しいいもの、上物ということになるんですけど、これは全国大会も行った系統なので、特に葉幅が覆輪が深くていい系統になってきます。だんだんとこうこの葉っぱなんか特にそうなんですけど、親木と同じような芸が、蛾歯竜、いい蛾歯竜が出てきましたね。で、これがどうでしょうね、2、3年目の葉っぱから4年目の葉っぱが出てきたかっていうところでしょうか。首も太くなって葉っぱもよく重なってます。で、ここからそうですね、もう数年経つでしょうか、こういった芸になってきます。大きさなんかもかなり1年目から思うと大きくなっていますね。で、この新聖殿、ちょっとこちらに珍しいのを2本用意しているんですけど、まず1本
これ新正殿のこれ子供、これが割り子が上がったというもので、こういったものはもう本当に珍しいですね。よく肥料を当てて肥料なんかをたくさんやるとこう出てくるんですけど、まず子供っていうのはなかなか上がりにくいです。でもう一つこれちょっと珍しいのなんですけど、新正殿のこれ花芽ですね。こういった形です。で新正殿は特に螺旋の中でも大型なので、こういった花芽がまれにつくことがあるんですけど、もう何ですかね、新正殿自体が螺旋なので螺旋ができやすいということで、さまざまに雄山とか多くの品種が新正殿を親にしてで生まれています。でこっちは蒼天なんですけど、これちょっとだけ新正殿とこう似てるような感じがしませんか。これとこれですね。実はこの蒼天のおじいちゃんが新正殿なんです。新正殿からかけて、で、でもう一回かけてこの蒼天っていうのができたと言われています。こういったちょっと新正殿に似た形で芸は本当に非常にいいですね。新正殿のあとは相場なんですけど、こういった苗木、これですとかなり特上武器なので、そうですね、5000円から下手すると1万円1万5000円となることもあるんですけど、だいたい新正殿の苗を求めたい、一番最初求めたいって言われると2500円ぐらいから3500円ぐらいですかね。そのぐらいで2020年時点ですとあると思います。結構人気で何ですか、世界中の人が最初にこの螺旋をやりたいっていう時に新正殿は買われることが多いので、これから減ってくるとどうかわからないんですけど、今はだいたいそのぐらいの相場です。で表というのはだいたい子供が5000円だったら親木はまあだいたい1万円というような倍ぐらいが普通なんですけど、新正殿というのは数が多いということもありまして、親木ですとだいたい1万円弱ぐらいから、いいものですと5万円ぐらいするかもしれないです。すごい新正殿たくさんあるということで価格の差が結構つきやすいものですね。でちょうど今新芽の時期、今4月なので新芽も本当にいいものが出てきています。こういった形で新正殿1年目から楽しんでもいいですし、親木を楽しんでもいいですし、で3、4年のものからぐーっと親になる姿を楽しんでもいい、もう本当にいい木です。昭和の初め頃に作出されて、今まで多くの人に表やる方もまず間違いなくこの新正殿をお持ちで、で増やし方、非常に丈夫な品種なので、その元の増やし方、螺旋の芋吹きの仕方を新正殿で勉強したり、螺旋の変化を新正殿で勉強したり、本当にマニアにとっても身近ですし、初心者さんにとっても気長な付き合いになるような品種だと思います。で新正殿は価格的には本当に初心者の価格なんですけど、全国大会なんかに行ってもまずいいものが出てくる、その玄人も楽しむ品種で、玄人と初心者が結構こう競い合える、お金じゃなく作のうまさで競い合える本当にいい品種なので、ぜひ皆さん楽しんでもらいたいと思います。また今度、失礼します。